皆さんこんにちは、浜谷の池松です。本日ご紹介いたしますのはこちら、オークリーの新作オプサルミックフレーム、サングラスからオプサルミックフレームになっているというコントレイル TI-RX というフレームを本日はご紹介いたします。2ブリッジのティアドロップ、パイロットスタイルのアビエータースタイルと言われているアイテムをオークリーならではのアレンジを加えているというフレームになっております。サングラスも定番アイテムとして長く親しまれているアイテムなんですけれども、メガネフレーム版として再登場したというのが今回のこちらの方のコントレイル TI-RX というフレームになります。ティアドロップなんですけれども、このちょっとカカクッとしたデザイン形状もオークリーらしさ取り入れたアイテムになっていたり、この立体的なテンプルのデザインもオークリーならではのデザインになっているというのも魅力的なフレームになっております。基本的なフレームデザインはサングラスのコントレイルとそのままになっているんですけれども、スプリングヒンジも搭載しているという点や、クリングスパッドのアーム、エアクッションタイプのシリコンパッドが付いていたりと、非常に掛け心地がいいアイテムに仕上がっているというのもこのコントレイル TI-RX の特徴になるんじゃないでしょうか。実際に掛けたところもご覧いただきたいと思います。今回入荷しておりますカラーはサテンローズゴールドという肌なじみよくも品の良いフレームカラーに、なっております。掛けてみますと肌なじみがいいんですけれども、このアビエータースタイルで、なおかつこの2ブリッジ、非常に上級者向けアイテムなんですけれども、さりげなく取り入れやすいバランスに仕上がっているというのもこの、コントレイル TI-RX のローズゴールドの魅力になってくるんじゃないでしょうか。なかなかいいですね、このサテン系の光沢をあえて抑えているからこその、肌なじみの良さ、そしてこの品の良さと、スポーティータイプのアイテムになっているこの2ブリッジ、ありそうでないテイストというのもこのオークリーならではの魅力になるんじゃないでしょうか。2ブリッジタイプチャレンジするにはハードルが高いなというフレームかとは思うんですけれども、さりげなく取り入れていただきやすいようなバランスに仕上がっているというのもこのカラーの魅力になります。またメガネフレームとしてサイズ調整されているアイテムなんですけれども、サングラスで仕上げていただいても本当にかっこよくかけれるのかなというアイテムですし、女性の方でサングラスバージョンだとちょっと大きすぎるなという方にはこのサイズ感でサングラスにアレンジしていただいてもいいんじゃないでしょうか。なかなか魅力的なフレームに仕上がっております。オークリーの純正レンズだとちょっと色が濃いので淡いレンズで仕上げたいなという方には、こちらのオプサルミックフレームをカスタムしていくというのも魅力的に感じていただけるかと思いますし、やはりこのメガネフレームとして使っていただくというのもとても魅力的に感じていただけるアイテムに仕上がっているかと思います。なかなか魅力的なアビエータースタイルのアイテムになっているんじゃないでしょうか。本日ご紹介させていただきましたのはオークリーのオプサルミックフレームの2ブリッジフレーム、パイロットスタイルと呼ばれているアイテム、またはアビエータースタイルと呼ばれているスタイルを上手に取り入れやすいバランスに仕上げているオークリーコントレイル TI-RX というフレームになっております。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。